Alexa で Kindle を使ってみた。Fire HD10 タブレット2017年モデル。Alexa、Kindle 本を開いて。次の Kindle 本をお持ちです。Alexa、ブラックジャックによろしくを読んで。ブラックジャックによろしく6は読み上げ機能に対応していないため朗読できません。読み上げ機能をサポートしている本の一覧は、Alexa アプリの本セクションで確認できます。Alexa、青空文庫。Alexa、銀河鉄道の夜をダウンロードして。わかりません。ごめんなさい。Alexa、Kindle 本を開いて。次の Kindle 本をお持ちです。Alexa、星の王子様を読んで。このデバイスで星の王子様を聞くには audible.co.jp で無料体験にお申し込みください。このボイスブックが無料でもらえます。Alexa、我が輩は猫であるを読んで。貼り付けるのです。だから表札は、どうにゃなりませんよ。あんな面倒くさいことをするよりせめて木札でもかけたら、良さそうなもんですがね。本当にどこまでも気の知れない人ですよ。ストップ。なりませんよ。あんな面倒くさいことをするよりせめて木札でもかけたら良さそうなもんですがね。本当にどこまでも気の知れない人ですよ。の下を伝わって接近を西へ回って月山の影から大止まれ。Alexa、 本を読んで。鈴木くんがご高来になる前に帰らないと少し都合が悪い。談話もこれだけ聞けば大丈夫たくさんである。縁の下を伝わって。 Alexa、 終了して。Alexa、 坊ちゃんを開いて。Alexa、 はい。わかりませんでした。すみません。Alexa、 坊ちゃんを読んで。の人じゃありませんか。ここの地の人ですが、少し都合があって、半分は当人の希望です。どこへ行くんです。日向の延岡で、土地が土地だから一級法上。アレクサ、ストップ。アレクサ、ホーム画面へ戻って。
アレクサで Kindle を使ってみた。 Fire HD8 タブレット2018年モデル。アレクサ、銀河鉄道の夜を読んで。このデバイスで銀河鉄道の夜を聞くには audible.co.jp で無料体験にお申し込みください。このボイスブックが無料でもらえます。アレクサ、星の王子様。アレクサ、星の王子様を開いて。こちらが見つかりました。アレクサ、坊ちゃんを読んで。9つの人ですが、少し都合があって半分は当人の希望です。どこへ行くんです。日向の延岡で土地が土地だから一級法上。アレクサ、坊ちゃんを初めから読んで。このコマンドはサポートされていません。だ、誰か代わりが来るんですか。代わりも大抵極まってるんです。その代わり、次の章を読んで。9、うらなりくんの送別会のあるという日の朝、学校へ出たら山嵐が突然、君線だって配下銀が来て、君が一番最初の章を読んで。ちょっとよくわからなかったです、ごめんなさい。どうか出るように話してくれと頼んだから、真面目に受けて。第一章を読んで。わかりませんでした、すみませんしたのだが、後から聞いてみるとあいつは悪るいやつで、よく。アレクサで Kindle を使ってみた。 Fire 7タブレット2019年モデル。アレクサ、雲の糸を読んで。このデバイスで雲の糸を聞くには audible.co.jp で無料体験にお申し込みください。このボイスブックが無料でもらえます。アレクサ、星の王子様を読んで。このデバイスで星の王子様を聞くには audible.co.jp で無料体験にお申し込みください。このボイスブックが無料でもらえます。アレクサ、我が輩は猫であるを読んで。鈴木くんがご高来になる前に帰らないと少し都合が悪い。談話もこれだけ聞けば大丈夫たくさんである。縁の下を伝わって接近を西へ。アレクサ、月山の次の章。5、24時間の出来事を漏れなく書いて、漏れなく読むには少なくも24時間かかるだろう。いくら写生文を湖水する我が輩でも。アレクサ、次の章。6、こう暑くては猫といえどもやりきれない。皮を脱いで肉を脱いで骨だけで涼みたいもの。アレクサ、前の章を読んで。5、24時間の出来事を漏れなく書いて、漏れなく読むには少なくも24時間かかるだろう。いくら写生文を湖水する我が輩でも。これは到底猫の企てを呼ぶべからざる芸当と自白せざるを得ない。アレクサ、本を読むのを終了して。アレクサ、Kindle 本を表示して。次の Kindle 本をお持ちです。アレクサ、ホーム画面に戻って。
動画を気に入ったら、いいねボタン、チャンネル登録。Please subscribe to my channel. 画面の丸いアイコンをタップしてチャンネル登録。新しい動画を毎週追加しています。他の動画もぜひご視聴ください。